はいどうもー始まりましたどこい翔平チャンネルどこいさんだぞよろしくお願いしますも肘すりむいてよろしくお願いしますぶつけたんすよ、はい、最近さもうテレビとかアベマの仕事が多すぎてさなんかもう疲れて寝てないんすよマジで俺を誰か寝かして今日は何をやってきますか本日やっていくのがガチ悩みがある人が、はい、でリモートで今から電話をしてお悩み相談みたいなのをどっこいさんにしていただこうと思っておりますこういうのを全部インスタグラムのストーリーで募集してますんでインスタグラムをフォローしてみてくださいフォロワー見ないでね芸能人からちょいちょいフォローされてるけど公式マークあるようなもう見てほしそうだよ俺のフォローされてる人芸能人がもいるけど普通にしましょうそれは、はい、じゃあ1組目の方失礼しますどうも、今カメラ回っております。どうも、初めまして。こう、来るから、こう、拾える？ちょっと、拾えないかもしれない。はい、ちょっとね、場所をどうしました？なんでうるさかったかっていうと、もうみんな、第二のどっこいさんになろうとしてる全員、第二のどっこいさんは、君だ。かっこいい。今日はでも、真剣に聞いていきましょう。はい。どっこいさんだぞ。あ、どうもよろしくお願いします。どういう悩み相談をしたくて、今日はね、応募してくれたんですか、一体。私、進学は、大学、東京を考えてて。おー！で、なんか東京って怖いってイメージがあるんだ、勝手に。東京はそうですよね、はい、かなり。どっこいさんも、ちょっと、地方の方から、東京に行ったっていうのを、はい、YouTube、はい。なんかその東京に行くときの心を変えていくっていう。あ、おー。なるほど。いいですね。じゃちなみに、どこから東京に来られるんですか？ちなみに。愛媛。え、それは相当な覚悟がいりますよね、じゃあ。仕事のために行くみたいな感じなんですか？メディアの方に。メディアテレビ業界みたいな感じなんですか？はい。え、ぜひ使ってくださいそれはお願いします東京ってマジで僕はすごい楽しいですよめちゃめちゃ。でも東京って物価が多分地方の2倍ぐらい違うんですよ家賃も含めて。死ぬ気で仕事頑張るしかないなっていう。東京ってやっぱ多少娯楽あると思うんですよ。え、東京来たら多分1回ぐらいは多分どっこいさん指名で来るじゃないですか。ね、多分来るじゃないですか。こんな応募するぐらいだから確かに。ですよね。はい、まあだからそういえば娯楽が多いんですけど、なんかそれに負けずに仕事に頑張る精神が僕はすごい。ああ。まだお若い方ですか？もしかして。高校2年生。あ、高校2年生でこの時間起きてる。いや、まあ起きてるですか、ね、今2時。はい。テレビ電話してあげましょうか？せっかくなんで。え、いいんですか？いいです、はい。カメラでまさきこもった方がいいよね。どうも、わあ。めちゃめちゃ覗き込むじゃん。あ、すいません。お前すごい覗き込むよ、お前気になって。はい。何を急にどっこいさんが好きになったんですか、ちなみに。ホスト。はい。ホスト TV 見て。はい。どっこいさん。ホスト TV でどっこいさん見てる、そっから、どっこいさんの虜。なんかすごい面白いから。うわぁ。そっから、どっこいさんに憧れてテレビ業界で働きたいみたいな感じなんですか違うんかい！あ、そこは違う。じゃあ、ちなみに、その、テレビ業界で働きたいと思ったきっかけは何なんですか？ちなみに、その、どんぐらいの熱意があるのか。小学校の時に声優の仕事に興味を持って、テレビ関係の仕事で他に何があるんだろうって調べてたら、はいはい。裏の仕事とかも、結構、いろいろあることある。ああ、そうなんですね。直接人と人で話し合ってその作り上げていくっていう。プロデューサーってことですよね。ってことですよね。楽しそうだな。うわーすごいな。いろんなあるんですねそういう思いが。この間なんかアベマのスタジオに1回がありまして、僕みたいなねただの本当に安いタレントは。もう、大部屋だったんですよ。6人ぐらいと同じ部屋みたいな。その結構僕クレーマーなんで、あ、今すぐ1人目用意してくださいみたいな楽屋。それも用意してくれて、まあ、ドヤ顔で格好つけて、たまたま隣にヒカキンさんの楽屋があって、挨拶しに行ったら、ヒカキンさん2次でも立ち上がるぐらいヒカキンさんが素晴らしい方で、僕なんか情けなくなりました。はい。全てが。なんか中途半端が一番ダメっていう。本当にもしもその夢が叶ってそうなったら、今はこういう YouTube でやってますが、これはテレビであるかもしれないじゃないですか。その時は言ってください。どっこいさんの YouTube 出ましたみたいな。サービスの特別のどっこいさんだぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。またこれからです。
いいアドバイスできましたか？いや、できてたと思います。何話したか覚えてないです。まあ仕事を、まあ、誘惑に負けずに。あ、感じですよね、確か。次の方行きますか、はい、じゃあ。はい、行きましょう。どっこいさんださ。どうもよろしくお願いします、どうも。インスタで人妻ですって言ってくれたじゃないですか。人妻なんですか？人妻がこんな深夜2時過ぎにいいんですか？ホストと電話して。旦那さんは今何してるんですか？大丈夫なんですか、旦那さんは。旦那さん嫌でしょう。一体今日はどんなお悩みがあるのかなっていいですか、聞いてっても。一般人を極めた一般人なんですけど。いや、そんな、めちゃめちゃお綺麗ですよ。いいですか、見せてもカメラに。いいですか、失礼します、腰だけ。めちゃめちゃお綺麗じゃないですか。わぁ、綺麗ですね。めちゃめちゃお綺麗、はい。ちょっとね、人生変えたいなって思って。普通に生きるのはちょっと、もったいないなって思って、そのためにはお金が必要だなっていうんで、自分でビジネスやりたいなとか、フォロワー増やしたりとか、インフルエンサーとか。多そうっすよね。やっぱ綺麗だし、そうじゃないから。はい。何かやりたいなって思ってるんですけど、何にも踏み込めないっていうか、これっていうものが見つからなくて、今営業の仕事をしてるんですけど。いや、絶対ナンバーワンじゃないですか。はい。まあ、そこでとりあえず一番を目指してやってるんですけど、まあ、まだまだ経験も知識も浅いので、なんでちょっとどっこいさんが、ホスト、た時、最初からすごかったのか、はい、どうやってそこまでの地位を築いたのか、どっこいさんの強みとかを見つけるためにどういうことした、はい、効力がありますもん、まず。その差でこういう電話対応していただくだけで、そうしたらあると思うんですけどね、かなり。なんか、やっぱ一番でもやっぱ、継続が一番難しいらしいんですよ。全部の業界で。なんか見て、行動したいなと思うのが1000人いたら、行動するのは100人らしいんですよ。その中から継続できるのが 1% らしいんですよ。だから、継続ってのは本当になんか、全体のやっぱ 0.1% しかできないらしくて。まずその、ホストって仕事も11年間ずっと継続してやり続けてますね、もう。瞬発力は出るんですけども、継続するってなると波が出ちゃって、どっこいさんとご縁があってお話聞けたので、頑張って継続して。いやー、本当にそうですね。今は、ちなみに営業は何の仕事をされてるんですか？人妻がよくある保険です。いや、でもそんな、刺そうとしてる？そんな別に、そこまで言う人ないですよね、人妻のことを。どっこいさんは何で知ってくれたんですか？もともと、美咲優太さんがすごい好きで。ああ、はい、美咲、はい。楽しみしてたんですけど、たまたま目に入ったのが、どっこいさんで、うわって思ったんですよ。たまたま美咲さんの動画にどっこいさんが映ってるみたいな。TikTok かな、最初見たら。はい、はい。一撃の、あれが好きで、はい。子供と一緒に、子供と一緒に、もうそういう時代ですか、今。子供が2歳かわいい、かわいい、いい結果を伝えられるようにちょっと頑張りたい。いや、ありがとうございました、本当に。お仕事頑張ってお金稼げるようになったら会いに行きます。うわー、ありがとうございます、本当に最高の一言ですね。大丈夫か、旦那。どっこいさんだぞ。なんか、結構皆さんたら僕とたら喋りやねえ、なんか。いや、まあでもいいんじゃないですか、たまにこういう触れ合いも視聴者との。今日は一応最後か。最後の。まあ、時間も結構回してますし。お願いします。どうも、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。本日は遅い時間にありがとうございます。今日初めての男性の方ですね。そうですね。同業者の方ですか、マスカラ、はい。今ちょっと社長と二人でやってて、あ、実は。二人しか従業員いないってことですか？そうです。1月にオープンしたばっかりで。あ、はいはいはい。内勤とかもゼロで始めて。はいはいはい。うまいこと店を繁盛させたりとか、従業員とか集めたりしたいよ。はい、2人なんでやっぱり、店の借金はずっとたまる。はいはいはい。サイクルというか。あ、はい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 。十分新しく来ても、新規とかでも退勤初日とかの子がついたりとか、そうなった時にやっぱリピート率って。はいはいはい、そうっすね。もう、それがなかったらホストクラブはもう繁盛しませんかね、その2回目来てもらわなきゃ。そうなんですよ。ちなみにお店はどこなんですか？あ、南です。南、あ、大阪の。これもう、ここだけではまとまる話じゃないですよね。確かに。どう思いません？どう思いませんか、それを。そうですね。大阪行きましょう。大阪ですか？はい。これは行ったら、大阪で行ったらちょっと1日撮影とかさせてくれたりするんですか？これは何かの縁なんで、ちょっと僕らもね、ちょっとなんかできることはね、応援したとかしたいですよね。はい。ね、僕らも大阪にあるじゃないですか、トップダンディの。なんか今大阪の代表のことと一緒に働いてた同期ですけど、はい、彼ももともと現役の時はめちゃめちゃ売り上げあるようなプレイヤーで、はい、やっぱ大阪行きましょう、難しいってめちゃめちゃ。日にちをってちょっと連絡して、これをドキュメンタリーにしましょう。しましょう。ドキュメンタリーどういう感じだろうか。めちゃくちゃいいと思います。うわ、いいですね。そう、今日は一旦こういう感じいいですか、締めさせてもらっても。今日はこんな感じですいません、ありがとうございました。ありがとうございます。どっこいさんだぞ。
ちょっと難しい。難しいですよね。でもホストクラブ今ねめちゃめちゃやっぱ光がある店舗はさすごいやると思うんですけど、このホストバブル、はい、やっぱそうじゃないとか全然そうじゃないと思うんですよ。はい、あ深かったな、めちゃめちゃ深いですね。こういうまたお悩み相談だったりインスタグラムの方で募集してますんですごいようですが、はい、ぜひねそちらを皆さんフォローしてチェックしてください。お願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。どっこいさんだぞ。いつもどっこい翔平チャンネルをご覧いただきありがとうございます。一度は本物のどっこいさんを見てみたくないですか？そんな方はぜひ歌舞伎町のトップダンディ本店へお越しください。どっこいさんだぞ。